一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、五目焼きそば来ました。あ、美味しそうですね。この上の卵がいい感じで、どうも来ました。唐揚げ定食です。唐揚げいただきます。めちゃくちゃうまい。餃子の美味しいポイントは、美味しいポイントは結構はしっかりしてもちもちしてるんですけど、中のあの餃子の餡がミンチがねすごい細かくてふわふわしてるところが美味しいです。あ、そうです、ね。はい、本日も、美味しくご飯がいただけました。ごちそうさまでした。私の自己紹介となります。初めての方はご覧ください。2回目以降の方は、約3分私の自己紹介がありますので、まあ、3分飛ばしてください。ではご覧ください。どうも、ウーバー投資チャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルはウーバーの報酬とその報酬を投資で運用していき、自分への防備力とすることでモチベーションを維持することを目的にチャンネルを開設しました。 YouTube を通じ配達員の方や投資家の方とつながっていけたりしたらいいなと思います。私は30代後半のアラフォー、バツイチの一般男性でございます。現在同棲中の彼女がいます。地方都市在住で、一応上場企業に勤めています。分譲マンションを購入して、住宅ローンをせっせこと払っています。経済的独立とアーリーリタイアができるように、現在副業として、Uber Eats の配達員、投資は、積立 NISA と企業型確定拠出年金を満額、 FX の、自動売買で、あとポイント投資などを行っています。趣味は、旅行に行くことで、ギャンブルも好きです。であとお酒も好きで、食べることで、あと寝ることも好きです。ウーバーの、配達員としての、配達歴は、約4年で7000配達。サボってしまう時もありますけど、コツコツと、配達をしています。であと投資歴は約10年で、本業の給料からは堅実に積立 NISA で、あと企業型確定拠出年金で、ウーバーで稼いだ報酬を、今現在約300万円を FX 口座にぶち込んで、運用しています。ウーバーの、配達を始めたばかりの頃は、本業終わりに、であと土日祝日予定のない日はひたすら頑張って、配達を行い、1週間の目標は、約5万円として稼働しておりました。上のスクショが、4年前の8月盆明け頃で4万9000円で、その翌週で約7万円でした。1日の自己最高は、2万5000円程度です。で、ここ最近の稼働では、1週間、2万円を目標に稼働しています。で、少し稼働が減ってしまったのは、FX や、ポイント投資の影響もあるかもしれません。 FX は、7通貨、を半自動で売買しておりまして、組み合わせは、ユーロ円で、あと OG 円で、ニュージー円で、あとカナダドル円で、あとユーロポンドで、ドルフランで、ニュージーランドドルで、あと米ドルで、豪ドル、ニュージーランドドルという組み合わせで取引をしています。で、Uber の、配達報酬の、約1回分ぐらいで、決済をするように利確設定をしております。
Uber Eats の稼働報告で、あと投資の損益報告で、お得な情報や、Uber Eats ネタ、投資ネタを、日々アップしていきた いと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。8月23日火曜日、天候は晴れ、稼働時間の方は、仕事終わりの17時半から、20時までの約2時間半稼働しました。で、結果の方は、誤配達2733円という結果でした。今日はですね、まあ、なかなか、まあ、なりもあまり良くなくて、まあ、無音の時間帯が30分ちょいぐらいですかね、はありました。まあ、なる日はもう仕事終わりで、そのままオンラインして、まあ、すぐもう職場の近くで、注文があるような感じなんですが、本日は、まあ、なりそうな気配もなかったので、まあ、家方面に帰る形で、作戦をとって行動しました。で、まあ、家の周りの、まあ、結構お店あるんですが、まあ、その辺にいても、まあ、ならなかったので、まあ、もうこれは、自宅で待機して、まあ、なるのを待とうかなと思ってたところで、まあ、ポンポンポンとなりまして、まあ、5件、なんとか配達できたような形でした。で、まあ、ちょっと時間が、まあ、今日、まあ、ちょっと買い物行ったりとかいう予定してたんで、まあもう8時までということで稼働してましたんで、まあもう泣く泣くご配達で、終わりました。で、本日もですね、チップの方が、128円、いただいてました。もう本当こちらはもう感謝、感謝です。まあ、これからも、まあ、チップがもらえるような、配達を、まあ、心がけて、丁寧に配達していきたいなと思っております。で、本日、なかなかレアな体験を、させていただきまして、まあ、通常、まあ、バイクなので、まあ、3キロ以上とかそれぐらいの距離が多いんですが、本日、ピック先の横のマンションに、まあ、ドロップするという、まあ今約4年やってるんですが、まあそれ経験したことが今までまあ2回ぐらいしかなかったんで、まあ、なかなか、驚きました。バイク配達員なんですが、ウーバーウォーカーをまあ経験しました。まあ、なかなかないんで、まあなんか新鮮な感じもしました。でそのドロップした後にまた同じ店に呼ばれたんですが、また商品取りに行った時に、また君みたいな、なんか店員がポカーンとしてるような感じも少しちょっと面白かったです。また明日以降、頑張って、配達していきたいなと思っております。で続きまして、FX の方の、損益なんですが、本日は、2決済ありまして、ユーロポンドで1210円という、結果でした。まあ、こちらはもう設定して、あとはもう放置なので、まあ、資金管理をしっかりと行い、日々コツコツ積み上げていきたいなと思っております。ユーロもポンドも、まあ、ちょっと今のところ、まあ、買われる要素がないような状態で、まあ、なかなか動きづらいような感じもします。あと、オーストラリア、ニュージーランドドルあたりも、まあ、なんか微妙な感じですね。まあ、まあ、何か起きてくれることを期待して放置しておきます。で、続きまして、現金配達オンで、クレカ払いで貯まった D ポイント、76万 D ポイントなんですが、こちらがですね、まあ、今年入って、まあ、下げ相場なので、
まあ、なかなかインするタイミングが難しく、で直近は少し、まあ、反発していたということで、一旦インするのを見送っておりまして、でここ昨日今日とですね、まあ、ダウ平均は、まあ、2営業日急落して、まあ、900ドル近く、まあ、下落しているという状態なんで、まあ、少しあのチャンスタイムが到来しかけてるのかなとは思ってるんですが、まあ、そこでインにして勝てるような簡単な相場ではないとは思っておりますので、まあ、しっかりと見極めて、インするタイミングを探っていきたいなと思っております。